翔太君、どうしたの？父の日のプレゼントを作ろうと思って。父の日？翔太君優しいじゃん。うん、翔太君からのプレゼント楽しみだよ。でもなんで父の日にタリスマンなのかがわからないんだ。ルコアさん、さっきから何言ってんの？え？だって父の日だよね。ああ、はいはい、おっぱいおっぱい。見て、ルコア、タリスマンができたんだ。おお、やったね翔太君。どうやったのさ？だから部屋の気圧を上げて同じ環境を再現して。あ、ダメだ、汚れた悪魔には教えないぞ。翔太くん、頑張ったね。父の日だよ。やめろ。はあ、うん、肩たたき券？何これ？プレゼント。なんでよ、誕生日でもないのに。父の日だから。え、父親なの私？うん、母親じゃなくて、うん、どうしました？小林さん、風邪ひいちゃったみたいだ。私の体内でウイルスごときが存在できるわけないですね。いいな。さて、仕事に行かないと。え、大丈夫なんですか？大丈夫大丈夫。うん、流行り病で滅んだ村を知っている。滅びゆく国も見たことがある。おーれー、どういうことだよこれ。副作用ですかね。獣人用でしたので。でも可愛い。こんなんで出社できるか。なんでいきなりイグプレイやらせてんだ。え、いや、調教済みってことか。おいおい、タケさん、誤解があります。調教を受けていいのはトールだけです。ややこしくするな。今週の腐ったやつ誰だ？お羊座。